矢沢スタタタシマエノリョウトシュマルト姫ガナ私が進言する陸上部長距離はアホであると。ひどい、この3人をバカにした。辛いならまだしも効率が悪い。ペースを落としてこうやって走ってるわけでしょ。長く走るからね。でも僕短距離はすごく効率いいと思ってるんですよ。だから短距離で長距離に勝てるんじゃね。短距離で長距離勝てるというと10キロがあるとしましょう。100個に分けたら100メートルなんですよ。だから100メートルをいっぱい走れば10キロ走り切れるってことになるね。まあそれはそうよ、それはそうよ。今回それをやります。10キロの持久走より100メートルかける100本のが早いんじゃね。と思うんですよね、普通に本気で。もう寝たいからずっとこの顔だから、本当に彼は信じてるんですよね、だって10キロもうゴールがめちゃくちゃ先にあるっていうこの途方もない感、だからあんなトボトボになるんですよ。100メートルってもうすぐそこだから、バーって今日のみを頑張るんだ、これを続ける、このスタイルですよ。勝てますね。実質10キロ走る人 VS100 メートル走る人だ。そう、今回長距離担当は虫眼鏡さんにやっていただきます。どう考えても普通らしさが早いと思います。過去にも戦ったことありますけど、僕の方が遅いです、芝居より、長距離は。なのでこれで僕が芝居に勝てれば、これ見ろ普通に走った方がいいんじゃないかよってなると思うので、今回は僕がここにね立っているんですけれども、まあ僕ちょっと練習しましたよ。さすがにあの、急に走るとね体がびっくりしちゃうので10キロね練習いるよ。で、まあ最初ね、あのいきなりなんで1キロ走りました。なんか過呼吸みたいなので死んじゃいました。あなたは誰？あなたは誰じゃん。2回目やりました。もうちょっと走ろうと 1.8 キロちょっとゆっくり目指しました。お家帰ってきました。死んでしまいました。2回死んでしまった。相当体力ないな。もしかしたら負けれるぞって気持ちになった。そういうものが。だって 100m と 100m の間は何してんの？考えたんですけど、ちょっとスタート地点に戻ろうかなとか、距離が2倍になってしまうと、はい、まあ何してもいいかな、基本的に。普通に 100m 終わった時の仕草をしてすぐ 100m に行く。すごっ。だから今日1個約束してほしいのは、芝居は絶対に毎回 100m 走ってね。毎回ベストを尽くして全力で。いやもう頑張れマジで2人とも。すごいすごい。まあ負けた方なんかとかはいいですかね。いやないっすよ。何を言ってんの。じゃああの時と同じ罰ゲームにしますか。負けた方が勝った方から名前をつけられてしまう。かつてあの選手権では負け犬でした。おかしいよな。ですよ、よく考えたら。お前が言い出したんだよ。ゲームは結局2週間ぐらいしとこう。陸上って結局やっぱ最後はメンタルですから、それを思い出して頑張ってください。はい、お願いします。これの GO だと10キロの長距離 VS 100メートルかける100本の短距離、どっちが速いのかな。ゴー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 。あなたはどっちのゴーが好き、コメント欄で書いてね。アイキャッチドーン。さあ準備が整ったということで、虫さんは普通の10キロみたいにあそこからスタートして25周したらゴールと、はい、ここがゴールですね。芝生は 100m 走を普通のこの 100m のグラウンド、はい、このレーンで50往復するわけですけど、うん、最初なんとこのね陸上やってる人だったらゴールやんって思うこの場所からスタートの方に向かってザーッと走っていきます。逆走50往復でここで10キロ終わるわけですね、うん、100対25ってちょっといよいよ始まりますよ。はいはい、あっぜー、手と足しろ。ほんとだ、手と足ね。短距離界のさ期待背負ってんだから一応緊張してんのか。いきますよ。はい、オンヨーマークセットバー。始まった。はいはいはい、すごい、全然違う全然違う。こうやってみるとさ、芝居走ってる時間長くね。長いこれで残り99。はい、99。虫さんまだ虫さんあそこだよ。まだ半分以下だよ、半分以下。行ってないだろ。早い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 。だからこれついて虫さんが100ぐらいじゃない、それで。そうだね、もう倍じゃんか。頑張れ、いけるぞ。何の顔、何の顔。休め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 。いきなり止まるんじゃなくてちょっと流した方がいいよ。カメラ気にしなくていいから流して。7 8 9 10。おいった、ごめん、入った。なんか動きめっちゃ悪くなってない？めっちゃ遅いな。めっちゃ遅い。芝生ダッシュ。でも芝生まだ勝ってるよ。勝ってる勝ってる全然勝ってる。虫さんが今ようやく200通過だね。で芝生が300通過。カメラめっちゃおもろいんだよな。
近めでちっちゃい芝居が近づいてくるんだナイスナイス。今ムイさんはここにいなきゃいけないはずだから、こんだけリードしてるリード、うん、で今ムイさんは頑張って走ってるのに芝居は今休憩してるからね。そうそうそう、本気出してるよ、ファイトファイト。だいぶあなた遅れてますよ。でも芝居休んで戻っちゃうからね。もう 100m 以上だ。絶対無理しないんでこのペースで行きます。ファイト、ファイト、ファイト。差がね、ついてるけどなんか休憩時間伸びてるような。伸びてるね。ゴーだと長いんだよね、俺が言わないから。だってこの勝った状態で積み重ねてったらどんどん差が広がってくる。そういうことよ。そうなんですよ。ファイト、ダッシュダッシュダッシュ、全力疾走だよ全力疾走だからしばいよ、お前もっと本気で走れよ本気本気で走れって。マラソン終わった顔してるって。あと94本だから。しや。動き。おお。動き良くなった。動き良くなった。腕しっかり振ってこ。分かっているか今の100メートル。ちなみに1本目の100メートル何秒でした？14秒61です。悪くないよね。よーいドン。はい、ただいまの 100m 23秒66。遅いよ、それじゃ負ける、マジで負ける。膝に手つくなって若さに怒られるぞ。3、2、1、 ゴーゴー、ファイトファイトファイト。でも芝居今100勝ってるよね、まだ。そう、まだ100の差はできてますね。あんな綺麗によちよち落とせることあるね。ムイさんに一周終わり。一周。いやいや、自分のペースで。はい、今日。頑張って。千メートル？千。すごい。お疲れです。よ。一キロ。すごい。じゃ水飲んでる時間意外とないよ。三、二、一、スタート。ダッシュ。死んじゃうって。はい、今日。一緒じゃねえよ。ジミー。なんか殺伐としてきてる。殺伐してるな。芝生、そっちの休憩短くしよう。よーい、スタート。芝生、ダッシュだって。知らない人になってる。知らない人な。受けたって、それは。知らない人走ってる。何それ。ファイト、ファイト。やったやった。違う顔の顔芸しなくていいから。はい、芝居顔芸いいから。最初の倍になっとるよ。こっち来ないでいい。スタートだよ、スタートだよ。顔芸とか言うな。ポナーの選手が近づいてきたみたいな気持ちになった。今ブロリー感あったよ、ちょっと。ムシさん来ちゃうから。追いついてるよ。一回追いつかれてもいいの？いいよ。芝居、ここにムシさんと同じタイミングで帰ってこなきゃいけないんだからね。一回ちゃんと休憩挟んで。もう抜かれてる今。抜かれた、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 抜かれた。涙で前が見えない。多分汗だよ。いいから、とりあえず行かなきゃ。追いつかなきゃ。分かってる。頑張れ。もうきついとこ取れてるから。休憩1分経ったよ、もうここにいて。 200m とか走んだよ。頑張れ。あ、すごい。はいはいはい、いい勝負、いい勝負。あー、あー、あー、すごい。2人ぐらいだ。はい、 1.6km 地点で到着。そう、今この地面どんどん離れてるよ。分かってる、分かってる。確かにもう10秒経ってるよ。まず行こう、まず行こう、まず行こうって。まず行こう。おめえんだよ。いけー、ダッシュダッシュ。全力疾走。ファイト。なんかすごかったな、顔。もう今日もいいもん見せてもらってますわ。すごいな。ありがとうございます。バカだな、本当に。正直、陸上部目線で 100m16 本って聞いたらマジで無理じゃない？いや、辛すぎ。絶対できない。とんでもないことしてる。メシさん15分28、29。おっと、2km 通過。2km 試合早く。さあ、2km 通過。しっかり10秒休めるから。残り80。80って数字はマジで絶対無理、絶対無理。ただ誰か芝居をダッシュしてるから絶対無理だと思うけどさ、誰か並走してきたら。カメラとか持って。カメラ。ダッシュだよ。あ、走れた。あ、来た来た来た。早い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 。芝居、これについていこう。これがダッシュだから。行こう、ついていこう、ついていこう。ついていけ、ついていけ、ついていけ、ついていけ。背中ついていけ。これについていくんだよ。ごぼう抜きだ。ファイト。あれすごい。2400ほぼ一緒。おーおー、いいぞいいぞ。すごい差が開くかと思ったら。すごい縮めたぞ。
もう行きたいね。うん、もう行こう。行けよ。ほら、20秒経過。こっち向かなくていいから。今陸上競技中なの、うん、今レース中にその顔してこっち向くことないじゃん。だって精神が何でしょう。あの今なんかあ、すごい。ダメでしょ。ダメでしょ。強歩だね。強歩なってる。休憩しないと走ってるの一緒じゃんか。もう行ったなら走って、行ったなら走って。そこまで休憩はおかしいって。だからそこはおかしいじゃん。それは何。なんか、まあ、身を乗り出して応援するフェーズは終わったかったからね。一番面白いところを見た。23分36 37 38 3キロ通過。22はい、3キロ通過。強い、これじゃあ。あいつは普通に長距離走してんだよ。あれもうダメじゃん。そうなんだよ。よく止まる長距離走じゃん。ファイト。あと16。いけー。地味にさ、芝居の方がさ、ここで応援するからさ、触れてもらえない虫さんもつらいだろ。全然つらいよな。虫さん戻ってきたら一周差になっちゃうよ。一周でかいな。36回終わってる。 4000m 31分38。おっ、芝居は今3600終わってますね。ちょっとジープここ止めてくれ。みんなであの後ろ開けてくれてね。ね、なんかソーセージなんか焼きながらテント取っちゃってね。キャンプこうやってこうやってビール持ってきちゃいました。おーい、バカにされてるぞ。分かった。おじゃ動くじゃん。さあ皆さん、ここで虫さんが5キロ、半分です。31、32。5キロ。この線のラップが7分52。いやでも減っていくの嬉しいな、ここから、うん、いいぞいいぞ。数字が入った。メンタルが全然変わる、これ、ね、上位中にさ、マサイ先輩とジャンケンしてみたら肩パン勝負してあった。あった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 。しかも若さに見つからないように。もうめちゃくちゃ殴るよ、普通。じゃあ今行ってもらおう。すごい肩パンだバカ野郎。11 12。よし14。半分終わった。はい、終わり。すごいぞこれは。5キロ地点での虫さんとの差が4分42秒。まだ追いつけるよ、半分あるから。あるな、全然余裕だね。スポーツか、何習わせようかな。サッカーに。おいよ。女の子だった場合は、女の子の芸術に照らせるよ。ダンスしましたなと思って。ピアノとかですよ。ああ、いいよね。ピアノいいね。ピアノ絶対に習わせる。ピアノ絶対だわ。男でも絶対習わせる。確かに。俺今ギリギリファイトーっていうこと思ってたけど、こっちの方が。聞くことに専念しちゃった。ファイト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 。10周さあ、カウントダウンだ。来た、一桁になった。息子が一番スターになる近道ってやっぱなんかさ、わかんないけどさ、ジャニーズに言えることとかちょっとだけ思ったことない。まあまあまあ、わかりやすいスターといえば、わかりやすいスターといえば、本気を出すなら YouTube じゃない。ガチガチにプロデュースしたらやらしてくれ。お前の娘、俺に託してくれ。頼む頼む。カメラ上げてください。カメラ頭上げてください。なんかちょっといい絵になってるぞ。ちょっといい絵。おー、ファイトファイト。芝居6キロ終了。はい、あと4キロ。これで 800m だ。 800m さ、だ虫さんが残り8周ですよ。おっちゃおっちゃおっちゃ。普通にできるんだ虫さん、すごい。走り出して走り出して。俺より速いのやめろ。走って俺より速いのやめろ。2.4キロ。 2.4キロ。走るね。並走すんな。ファイト。しまえ、走って。取るな。走って。顔取んな。走ってしまえ。走って顔取んな。走って。今絶対使い切ったって。これで7キロ。よー、7キロ。すごい。あと30分。ファイト。ファイト。今のでか太ってる人が。すんなお前。あ、すんな。なんだぞ、ツータンパのお前。じゃあもう疲れるからやめろ。もしかしたけどさ、バカ暗いんじゃないこれ。暗いよ。さっき上げたんだけど。上げたね。もう一回暗くなった。ファイト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 どうした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 ゾーンが切れる。ダメダメダメ、そんなこと考えちゃダメ。
ゴール見えてきたよ。はいどうはいじゃあ磯も上がって塩屋のフェースも上がった。お、綺麗になった。よかった。残り3周。ちょっと待って待って。あーちょっと待って。なんでこれ足。足か。何が来た。なんでこれ。なになに。膝がなんだこれ。膝痛い。痛い。痛いの。痛いぞ。変な走り方すると変になっちゃうよ。さあ、虫さんがラスト1キロ。うわすごい。名前変わっちゃう、名前が。久々にあれ見れるんだね。ガーガーガーって。確かにあれね、俺もなんか中学校以来だあれ見るの。100発100中でうっせえなって思った。行くとかめっちゃ鳴らしてくるんでしょ。ってめっちゃ鳴らすだろ。いや来た来た来た。ファイト。よーし、オッケー、ファイト。うまい、よーし。もう意外とわからんか。暗くなってきた。またやばいやばい、暗いよ。上げて上げて、イソカンド。イソカンドもうマックスになっちゃう。しばい。うわダッシュ。いいぞ。あと2周あと800だよ。全盛期の夢丸なら1分50秒で終わりよ。あと56秒はやばい。1分50はマジでやばい。その6秒何俺たち分かんない。それで県か国かみたいな感じで変わってくるんです。よしよしよ。はい、2キロ切った。2キロ切った。2キロ切った。すごい。あとちょっと。さあ、芝居も来た、芝居も来た。はい、二人ともファイト。ファイト。そして、虫さんはここで9600通過。よし、待ってよ、芝居、お前ぶち殺してやるよ。え、追いついたぜ、今よ。やったビビらせんなよ。もうマジで手を縛ってたよ、ね、行かないと早く。急に行くとかいたずらしたと思ってんの、あいつ。虫さん、ラストスパート見してよ。ラスト。ここ一番スピード乗る気持ちいいとこじゃん。芝居も来た、芝居も来た。記録狙っていこう。上がってる上がってる上がってる。ペース上がってるよ。上がってるぞ。いいぞ。いいよ。やめんなよ。上がってる上がってる。いいよ。ラストラスト。1分18。いや1時間18分54、55、56。うわー、お疲れ様です。見事走り切った。いけるじゃないですか。いけるじゃん。10キロ走ったおじさん。顔が10キロ走ったおじさん。お疲れ。完勝です。すごい。いや素晴らしい。圧倒的大勝利。あれ残り13。あれダッシュだよね今。違う、ダッシュしてる。今猛ダッシュしてる。あ、猛ダッシュしてるか。レッスン終わったろ。めっちゃ終わったよ。芝居頑張ろう、最後まで。ここまで頑張ったんだ。僕は走ってすごい勇気もらったからさ、芝居のさ走りも見たいよ。前俺が言った言葉と同じ。真逆になってる立場が。やばい、もう勝てないっていうメンタルやばい。よしよし、ゴー。あとちょっとだぞ。いいよいいよ。来た来た来た。ラスト 100m 測っときますか。すげえな、ちゃんと100本走るの、ね、すごいよ、本当にすごい。よう頑張ったわ。芝居行くよ。ラストよーい、ドン。うわー、おー、すごい。見せろ、いけいけ。100本目だ。頑張れ、ファイト。最後だぞ。100本目だ。うわ、全部出し切れ。走れ。1時間32分59秒24。そして100本目の 100m 33.83。 いやすごい、すごいね。もうちょっとあっち行きますか。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとう。マジですごい。マジみんなの応援がなかったら成し遂げれなかった。よく頑張った。本当にすごい、本当にすごい。いやすごかった。練習してない人が100本やるのすごいことだよね。しててもきついね。もうこれはもう負けたからといって悔いはないっす。いやでも僕も本当に今までね長距離走すごい苦手で死にそうになりながらしてたけど、うん、今日芝居いい勝負って言ったらいいかわかんないけど、うん、ちょっと楽しい勝負ができて、だからこそね一回丸川さんに走れたのが本当にいいよ。いい動画だったと思います。優勝優勝。2人とも本当によく頑張った。やっぱ刹那的な
生き方とかあって身を滅ぼすんだなって継続的な努力が大事なんだよ。そうだね、人生と同じなんだな。長距離の人たち、すみませんでした。いやありがとうございました。お疲れ様です。はい、ありがとうございました。いや素晴らしい、次の握手。よし、次素晴らしい動画だなっていう感動を与えたところでね、まあ終わりたいところなんですけども、一応ね、見てる皆様も約束を違えてしまってはね、感動も薄れてしまうということで、素敵な形で終わりたいと思いますのでね、寄っていただいて、この空気だし、かっこいいやつ。ああ、まあ本当戦いの中でね、心情っていうのも変わっていくものだと思いますから、やっぱり。いや、まあ正直ね、前回と違って今回は僕が圧倒的に有利な、勝って当たり前っていう勝負ではあったし、途中で別にリタイアしてもよかったのに、最後まで頑張る姿見せて、結構見てる人もね、勇気もあったと思うから、僕もリスペクトしてるし、うん、まあ、次はないことを祈りたいけど、また戦えるときは芝居と戦いたいなと思います。うん、芝居さん、今日から1週間ナミクジだ。やっぱ走って友情が芽生えたんだろうが。遅いんだよ、ナメクジがよ。そうやって片つぶりがよかった。あだ名を与え続けた芝居がとうとうこれか。帰ってきたか。屈辱がやばい。ナメクジになっちゃった。お疲れ様です。お疲れ様でした。また復讐に燃えてる。しゃもじも書き換えないとな。しゃもじも獅子なめくじ。